買い物の時のエチケットについて暮らし安全課の影山さんにポイントを教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ目はお店に出かける時のエチケットですね、はい、で二つ目が店内での買い物中のエチケット、はい、そして三つ目が会計時のエチケットに分けて説明をさせてもらいたいと思います。はい、まあ、スーパーでもコンビニでもですね、多くの買い物の時はこの3つの場面に当てはまるんじゃないかなと思うんですけども、まずは出かける時から詳しくお願いします。はい、まずお店に行く時だけでなく、仕事に行く時や人と会う場合には、多くの人がすでにマスクを着用しているかと思いますが、マスクを着用し席エチケットを徹底するということを改めてお伝えしたいと思います。はい、そして次が買い物に出かける前の時ですね。はい、例えば買いたいものをメモにしておくなど、買い物の計画をあらかじめ立てておくと、お店の滞在時間を短くしたり、来店する回数を減らしたりすることができます。そうですね、あらかじめ決めておけば、まあ、買いたいものも決まっているということですので、まあ、無駄な買い物も減りそうで、そういうのもあるかもしれませんね。はい、また買い物はできるだけ1人か少人数で、また空いている時間帯に行くことをお勧めしています。はい、こうすることで密になる状況をできるだけ避けることにつながります。まあ、出かけるときは、まあ、席エチケットなど、まあ、3つを守ればいいということですよね。そうですね、はい、基本的にはこの3つでいいんですけれども、もし例えば発熱だったり咳といった風邪の症状がある場合は、来店を控えることということもエチケットの一つだと考えています。わかりました。まあ、日頃の体調管理も徹底するということ自体もエチケットなのかもしれませんね。で、まあ、皆さん、まあ、出かける前はですね、まあ、この感染対策ができているかどうか、まあ、その時の体調も含めて確認しておきましょう。はい、そして続いてその場面の2番目なんですけども、はい、2つ目が店内での買い物中のエチケットになるんですけれども、はい、例えばお店に入るとき、備え付けの消毒液があれば、手指の消毒を行ってから店内に入るようにしていただきたいと思います。これは結構今置いているところも多いですよね、消毒液。そうですね、はい、それを積極的に利用、はい、いただければと思います。はい、まあ、次はどうでしょうか。次がそうですね、人と人との間隔をできるだけ保って買い物をするようにしてほしいです。はい、これはその場面1の時もちょっとお話をしましたけれども、まあ、出かける前ですよね、できるだけ少人数で、まあ、その間隔を空けるということで1とも関係があるということですね。そうですね、ここ注意したいところですね。そうです、そうです、はい、意識して距離を取ることを考えていただければと思います。はい、また従業員の方への問い合わせだったり、お客様同士での会話で不要不急なものはなるべく控えるようにもお願いしたいところです。はい、まあ、コミュニケーションとしてはやっぱりこう会話というのもいいとは思うんですけれども、まあ、この感染症対策というところからすると、まあ、急がない内容の会話は控えるべきということですよね。はい、はい、そして買い物中のエチケットは5つあります。次はどういうことが、はい、次が購入しない商品はできるだけ触らないということです。はい、この品定めの時にちょっと手に取ってっていうのは結構見かけますけども、そうですね、また戻してしまうあの分ですよね。はい、なるべく事前に買うものを決めておくことで、買う時に迷わないんではないかなと思います。はい、最後は食事などですね、飲食の時にマスクを外す場合なんですけども、はい、これは飲食などのために外したマスクはテーブルの上に置かないなどの適切な管理をお願いしています。こうしたようにですね、まあ、店内での買い物も、気をつけることがたくさんあります。そして次が会計の時のエチケットなんですよね。はい、レジを待つ時に列はできるだけ一人で間隔を空けて並ぶようにしていただきたいです。はい、まあ、これはなんか家族ですとか、まあ、何人かで買い物に行く時はついついその何人かでまとまってレジにというのも見かけると思うんですけども、ね、はい、注意が必要ということですね。はい、それから電子決済であったり自動精算機がある場所であれば、それを活用いただくことで少しでも接触の機会を避けることができると考えています。はい、ありがとうございます。まあ、他にもいろいろ心配することがあると思うんですけども、はいはい、あとですね、現金をでお支払いをするとき、そのお札を数えるとき等に指をなめると、その手に感染が心配になりますので控えていただければと思います。これもなんか時々見かけるようにも思うんですけども、まあ、エチケットという観点からはちょっとやっぱり気になるところですよね。そうですね、はい、電話での問い合わせ相談もいくらかあったりもしましたので、はい、できるだけ自分の身にこう自分が行っていないかを気をつけていただきたいと思います。はい、そして会計の後ですね、この袋詰めでもやはり注意が必要なことがあるということですね。はい、まず袋
袋詰めは混雑を避けて速やかに行ってください。やっぱりここも密になる危険がありますよね。そうですね。で、またマイバッグへの袋詰めはご自身でできるだけ行っていただければと思います。またそのマイバッグ使用前後も洗浄だったり消毒といったことで清潔に保ってください。やっぱりスーパー等の店舗での買い物っていったものは生活に欠かせないものになると思うんですけれども、もちろん従業員の方だけでなく消費者としても互いに協力をし合って安全安心な買い物の場を作り上げていくという意識が大切になってくると思います。一人一人が思いやりを持って正しい行動を心がけていただけたらと思います。皆さん、これらのエチケットを改めて気をつけて買い物をするように心がけてください。影山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。